里崎チャンネルよっ。さあということで月曜日総チェックのお時間やってまいりました。ということで今回はですね交流戦始まりまして、交流戦の全試合総チェックということでね、金土日ねの3連戦解説していきたいと思いますけども、まずはですね、ロッテ対広島、ロッテ対広島、初戦ですね解説に行ってまして、もうなんかメモにするのがめんどくさくてですね、もう覚えてるうちに撮っちゃおうということで別撮りでその日のうちに撮りました。まずそちらご覧ください。どうぞ。さあということでですね、今回ちょっとこれ別撮りですけども、今日ですね、5月28日ロッテ対広島戦、ZOZO マリンスタジアムで千葉テレビの解説をしてたんですけども、もう言いたいことがいっぱいありすぎて、もうこれは神には書ききれないというところで、まず先行して今日の試合だけ解説を先しようというところでね、この1本だけ、解説していきます。今日のねロッテ戦、10対8で広島の勝ちってなりましたけども、まあカープはね本当に矢崎投手、先発ピッチャーがねちょっといなくなったっていうところでね、急遽今季初登板、なりましたし、カープの選手はね今菊池鈴木選手などで、コロナ陽性で選手が多く抜けている中でね、試合になったっていうところでね、今日の一戦どうなるのか、矢崎投手で制球安定するのかっていうところで、いきなりね、初回1回裏やはりね矢崎選手ちょっとねコントロールが、苦しんでボール先行して甘い球に行くっていうところで、初回ねマーティンにフォアボールなしで2アウトからレアードね、2ボールからフォークボールがど真ん中に入って2ランホームラン、レアードグッズ調子いいね。でその中でこれは今日ちょっとロッテ何点取るのかってねいうところで、まあ2回以降ね徐々に落ち着いてきて、まあストレートはね矢崎投手いいとピッチングね力強さあったけども、ストレート先行すればねいいピッチングするんだけども、このねボール先行した時にちょっとね怖さが出るっていうところで、勝ち投手のね権利はあったんですけども、まあ5回降板になってしまったと。でそのね5回の時も藤岡フォアボール、そして佐藤フォアボール出してからの、まあ、荻野は打ち取ったけども、でマーティンフォアボールと、でその中で中村ね翔吾にカーブをね打たれて、でその後レアードにね、犠牲フライね、犠牲フライにはなんなかったけども、セカンドね阿部が風に流されて取って、マーティンガーッツナイス走塁、あれをねしっかりホームに来るっていうところでね、ナイス走塁、でしたね。でプラスアルファはねこのマーティンと佐藤のこれダブルスチール、マーティングワッツ、ね、まあ、矢崎もねちょっとねバッターでね勝負でちょっとねいっぱいいっぱいになってしまったかなっていうところでね、ここらへんしっかりね盗塁していったっていうところもマーティン非常に良かったし、あのセカンドフライをねホームに帰ったっていうところもマーティンガーッツナイスね。でその中でね矢崎投手ねそこで踏ん張りきれず、でピッチャーね、森浦に代わって、で角高をねボトボトのショートところ、っていうね、ところでしっかりねこの流れを断ち切って、でね森浦投手ね、プロ初勝利ガーッとね良かったんじゃないのかなと。その中で、もういっぱいここから言いたいことあります。ロッテの守備、まずね、2回2対0でね勝ってる状況で、3回表ね広島の攻撃、中村翔成がねセンターへフット、で田中康介ファーストゴロ、取りたりバーッと普通のファーストゴロ、あれ取ってね、ひょっとしたら田中康介なんでダブルプレー無理かもわかんないけども、あれをセカンドに投げてワンアウト取れたところエラーファンブルで膝全然曲がってなくて地面とグローブめちゃくちゃ離れてて、で1、2塁になって、でウグサがね送りバント決めるんだけども、今回ねサード藤岡、ショートエチェバリアっていうところで、藤岡がねやっぱりそのねコミュニケーションタイミング慣れてないから明らかに出てこなくていいところを前に出てきちゃったんだよね。あれ出てこなかったら普通に三塁投げてバントで失敗でアウトに取れたのに、藤岡がね 2,3 歩出てきたことによって後ろに帰りきれず、藤岡自身もねファーストってやってたようにねファーストに投げなきゃいけなかったところがね、ちょっとこのまたねサードをそこまでやってないところのこのミスっていうのが出て、でワンアウト2、3塁でここでね松山がバシッとね、センターフェンチョク打つっていうところでね、同点で、4回ね、メヒアがライトへヒット、でここもねマーティンがスライディングキャッチでセカンド行かせなかった、あのマーティンの守備グッと、なんかスローイングばっかりねマーティン目立つけども、ああいうねこのスライディングキャッチで進塁させない、もしくはねこのフェンスのクッションっていうところもね非常に、素晴らしい守備力がねあるなと。で阿部はねここ送りバントして、中村翔成ねワンアウト2塁からレフトへポテンヒット、これもねポテンヒットというよりエチェバリアが追われすぎなんだよね、あのエチェバリアが追われないで任しとけばもう角中普通に取れたのに、エチェバリアが追われすぎてで風に流されて、でそれで途中で諦めて、で角中エチェバリアが取ると思ってるんで落とす、でポテンバーンと
普通に取れましたね。でその後ね、ワンアウト一三塁になって盗塁したところで佐藤ね、キャッチャー悪送球バーッとでランナー帰ってきてタイムリーエラー。まあね、これ放送中も言ったんだけども、あの、まあ、キャッチャーがね、大前提しっかり投げないのが悪いんだけども、やっぱりショートに入ったエチェバリアがあれぐらいはね、まあ、止めてくれなきゃね、それはもちろんキャッチャー悪い、でもあそこを止めてくれなきゃっていうね、放送中にも言ったけども、でそのね、相手側、ランナー一三塁でね、ロッテ盗塁して、で、キャッチャー中村翔成ワンバウンドになったけど、田中康介をそれをね、前に出てさばいて、進塁ね、させなかった、暴投にもしなかったっていうね、ああいうプレーをね、やっぱ二遊間にはね、求めたい。まあもちろんね、ちゃんと投げなきゃいけないキャッチャーが悪いけども、そこをしっかりね、カバーしてもらいたかったなっていうところもありますよね。で、結局田中フォアボール。で、ワンアウト一二塁になって、ウーサがね、ライトへヒットで満塁。で、ここで松山ね、ショートへのタイムリー内安打。あのね、三遊間のエチェバリアも、あれ多分ダブルプレーは無理だけど、セカンドね、ワンアウトを取れるとパローンってしてね、バーッとエチェバリアバーッと。ね。で、その後、ワンアウト満塁続いてね、で、西川。ここもね、ショートゴロ。で、まあ、夜かったんでね、閉鎖つもりということで、三塁ランナー、ライナー気味だったんで走れずね、セカンドアウトでサードでね、ダブルプレー、変則のダブルプレーになりましたけど、その間に点が入って、3点目。で、5回表。クロン三振で坂倉ライトへヒットで、メヒアがねまたレフトへヒットで、メヒア4安打だからね、メヒアグッド。その後阿部がねピッチャーゴロで2、3塁になって、大峰ねワイルドピッチで、これね今回ね、このワイルドピッチと2回ねワイルドピッチあのしちゃうんだけども、まあここねで、まあ佐藤も冒頭この好投のねとこもあったんで、まあ、あの放送中ってやっぱ構え方が悪いよね。もうこうかーなってるからね。まあでもね、修正ポイントはね簡単なのよ。あの構え方のねちょっとこう形だけ直せばそこからの動きが全部変わるんで、スローイングもねちょっとこうなってることによってね悪送球になるんで、まあここはね修正は簡単なんで、まあそこをコーチが気づけるかっていうところもあるけどね、そういったところでねしっかり修正してもらいたい。ちょっと一生懸命ねなりすぎ、ブロッキングもね形ばっかり気にしてね、まずブロッキングっていうのは取らなきゃいけないからね、その中でやっぱどうしかいかなくてね。でも全部はね全ての構え方の形が悪いんで、まあここら辺気づけるかどうか勝負だね。でこれ気づけたら修正するのはね簡単かなって思うところでね、やっぱミスが多かったね。でその中でね、あのピッチャー鈴木ね、あの今回は本当左バッターへもねインコースストレート、そしてツーシーム系をね投げようとする努力はね見えたっすね。でも若干やっぱりね、あの真ん中気味に甘くなる、特にねツーシーム系は抜けたら困るっていうところで甘くなるところがね若干まだあれですけど、でもねやろうとするところは見えたんで、ここからねあのどんどんね成長してもらいたい。でね、この降板後チームに申し訳ない、全然鈴木謝る必要ないよ、鈴木に謝らなきゃいけないやつはいっぱいいるけども、鈴木自身はね全然謝る必要ないね。別に悪いこともしてないし、もう守備のねもう自責点ねゼロでもいいぐらいの、ね、ちょっと足引っ張られた感はねあったかなと。でその中ね5回裏ロッテも3点取ってねいけるかっていうところで、まあ6回ねこの佐藤の悪送球とかで犠牲フライ点取って、で7回もねあの中村のボークだったり田中うぐさのねヒットでね、でまた盗塁とか足絡まられてね、ちょっとねボロボロかなっていうところで3回裏ね、またここでね中崎がねちょっと球あんまり行ってなかったね。でそこで3点取って、まあ、2点差になってね、まあ、結局10対8で広島が勝ったんだけども、まあ、最後栗林グッドナイスピッチね。あのちょっとねグダグダ感の残るちょっとミスが多いね試合展開になってしまいましたね、エラーはね記録上3ですけども本当は6個ぐらいしてるね、ぐらいのところがありました。今ね熱があるうちに喋りたいというところで、書く前に、喋らせていただきました、この後はまた月曜日に撮ってお出しします。さあということでね1戦目そういう感じになりました。10対8で広島の勝ち。さあ2戦目、5月29日7対3でロッテ勝利ということで、エチェバリアやっと本領発揮ということで、5打数3安打5打点1ホーマーね、グッツやっと本当のエチェバリアを見たような感じがしました。しかもね守備でも6回までね坂倉のショートゴロ、ショート取ってベース踏んで華麗なジャンプでダブルプレイ、グッツ攻守に当たってね8回とどめの一発を打って、まあ、全体的に見たら高めが好きなのかなっていうね、高めが結構ねバットの出も良くて、まあこの試合ね3本打った全部高めでしたし、おっとこれでやっと日本球界にも慣れて本物のエチェバリアを見れる時が来たかなとありましたけども、まあこの話の流れでいくとね、5月30日エチェバリア4打数ノーヒット、ここで1本欲しかったね。そうじゃないとマグネなのって思っちゃうじゃんね。この30日1本でもったらおーいけるねっていう感じがある中で4打数0安打ちょっとで、ね、期待値が大きく下がっちゃうっていう。でまあ29日ね、広島先発玉村ね
あのチェンジアップも非常にいい使い方してましたし、あのかなりね、まあ、負けはしましたけどいいピッチングだったかなと、将来性あるところがね非常に出たんじゃないのかなと。でね、林2回の表先制ホームラン、まあね、29日の奥さん、そしてねこの林といったところでね、このまあ今コロナ禍の陽性でね選手がいない中でこういった若手が活躍するとね選手層が上がっていくという形でいい形のね、カープは、若手のね頑張りがあるんじゃないですか。しかし7回表ツーアウトから中村盗塁ね、広島ね、佐藤しっかり届く、大事です。もうアウトセーフ関係でそれをしっかり届かせるかどうかが大事です。でその後ね田中にタイムリーヒットを打たれてね、あとその中でねワイルドピッチ、これはね止めれない、トーン上行ってたね、何でもかんでも止めれない、さすがのね佐藤も、まあ今苦しんでますけども、あのワイルドピッチはね仕方ない。でもまあいろんなねミスもありながら、佐藤の頑張りもね必死で頑張ってるところもありながら、まあエチバリアのね大活躍だって、7点のうち5打点だからね、もう一人で大活躍、エチバリアグッチね。でそして5月30日、7対1でロッテの勝ちっていうところでね、広島ネバラスカス、これはきついぞ本当に。まあ球のね球質とか変化の曲がりはまあ初登板でちょっと来日も遅れた、まあここから上がってくるやろうというところでね、まあまだまだ見ていかなきゃいけないけど、クイックが遅すぎ、もう測りましたけど手動で大きく上げて 1.50 ね、でちょっとクイック頑張ってんなで 1.40 だから、まあ 1.40 前後から 1.50 前後まで出ます。これはきついぞ、よっぽど頑張んないと多分これじゃあ日本球界で多分通用しない。まあ勝つことはねもちろんあるでしょうけど、このローテーション入って10勝とか、これリリーフでもランナー出た瞬間、最近はね、まあ、同じ同一リーグの阪神でもね、足の速いランナーが熊谷とかねどんどん出てきて盗塁っていうところもあるし、ジャイアンツだったらね松田とかね重信とかそういったところもある、でパ・リーグでもねロッテでも和田とかあるところでね、あのクイックはちょっとよっぽど頑張んないと遅すぎる、これはねちょっときついね。まあ矢崎そして玉村、ネバラスカス、この3投手がねとりあえずは全員登録抹消になるっていうところで、まあねカーブもこのコロナ陽性だって、まあ人をねバンバン抜けていく中で、まあ交流戦、1勝2敗1分けだからよく頑張ってるね、この3連敗してもおかしくなかったね、この週末ね。逆にロッテね3連勝できたところで2勝1敗っていうね厳しい戦いになりましたけども、でロッテね安田久しぶりのスタメン、ね、2回表2アウト2塁からライト前ヒットクロッチ、ね、ここが正念場です。こういったところでね結果を残していってまたスタメンで常時出れるかどうかで、ね、であと3回ノーアウト2、3塁角中センター犠牲フライ、最近いい働き角中ね、角中がチャンスメイクしたり角中がチャンスをつかみ取ったりっていうところでかなりね、だからまあ前半はね荻野、マーティン、中村っていうこの上がね頑張ってるけども、この中盤以降にかけてはその上が作ったチャンスを角中で仕留めたり、角中から下位打線にねチャンスメイクしたりっていうところで非常にいい働きができてるんじゃないのか、角中グッツ、ね、4回佐藤ホームラングッツ、守備で苦しむ中ね、メンタルがねよく保ててます。守備でねどんなに苦労してもこうやってね打っとくことが大事です。これ打てなくなったら正直もう使う用途がなくなっちゃうんで、そういう意味でもねまあいろいろ苦しいところはあるでしょうけども、こうやってねホームラン素晴らしいね。で5回裏エチェバリーのね 5-4-3 ダブルプレー、林グップレー、守備素晴らしい。でね荻野の6回裏ねワンアウト3塁の内野安打になったけどグップレー、いいね守備もいいね、で打つのもいい、打ってしっかりねこういうところで、結果を残せればね全選手が帰ってきてもサードはね正直まだ固定感ある選手が少ないんで、まあ、メヒアが守ったりね、まあ、安倍が来る可能性もありますけども、林はねずっとここから出ていく可能性もあるんで、非常にこの林、そしてウグサね、若い2人の頑張り、この3連戦ねよく目立ったんじゃないのかなと。あとまあねここから佐藤が今週どこまで頑張れるのか、まだまだブロッキングが硬いね、柔らかくって柔らかくなってないよ、柔らかくするのはね構え方大事、構え方からして硬いね、ということでどうなっていくんでしょうかね。で結果2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。さあ続いてソフトバンク対巨人、ね、
5月28日9対3でソフトバンク、29日8対3でソフトバンク、そして30日3対4で巨人、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しになりましたけれども、巨人が連敗ストップね。なんか2年ぐらいにわたってずっと連敗してて、なんか交流戦始まった時のロッテ巨人戦を思い出したですね。9連勝ぐらいしてねっていうところもありましたけども、すいません昔の話してちょっと自慢です。はい、28日9対3でソフトバンクね、巨人初回2点先制ね、ピッチャー石川で、まあちょっとね、やっぱサイド、もうサイドスロー気味にしたのかな。もう、ツーアウトね、二塁から吉川セカンド内野安打で、岡本ね、フォアボール、スモークデッドボールで、丸、ファーストエラー、中村パーッと、バウンドすると思ったかな、バウンドすると思ったところを下抜けていくっていうね、この2点タイムリーエラーね。で、しかしソフトバンクね、ここまでね、中日戦1分け2敗で来てただけに、このね、初回の2点、おっとこれソフトバンク交流戦今年怪しいんじゃないのかっていうね、ちょっと不穏な空気が流れる中で、初回すごいつく、ここで大きい、ここね、このジャイアンツ戦全ての3試合のキーポイントがね、この初回だったと思うね。槙原レフト前、夢宮三振の菅野盗塁、栗原チェンジアップをライトへツーラン、グッズ、この2点がね、正直その後の巨人戦2勝1敗と勝ち越せた一番要因はね、この初回だったね。で、巨人2回表ワンアウトから大城フォアボールで、槙原ライトへヒットで、一塁ランナー三塁へ、柳田グスロー、グスロー、大城止まった方が良かったかな。まあ俺も足のことはね大きく言えないけど、止まった方が良かったかな、アウトになっちゃったからね。で、その後ウィーラーストレートファール、カーブストライクで、ストレートファールで、カーブワイルドピッチ、しかもとんでもないワンパ、その中で甲斐がもう一回同じパワーカーブをリードファール、グッズ、ここでね、ワイルドピッチ、しかもとんでもないボールでワイルドピッチしたのに、もう一回同じサインを出すっていう、このリード、グッズ。で、その後もね、また落ちる球のスライダー1三振。あそこでもしまっすぐ行ったらね、カーンって打たれて、ひょっとしたら3連敗あったかもわからないのに、この守備でのね、キーポイントはこのね、甲斐のリード。このね、ワイルドピッチとんでもないワンパンした後に、もう一回ね、カーブをね、投げさせる。このリード、大好きです。はい、リードは、好みです。ね、前の動画でも言ったでしょ。佐藤関が好きなリードです、はい、で、石川ね、ちょっと立ち上がり不安定だったけども、まあ、4回までね4四死球出して、その中で巨人がね仕留めきれなかったっていうところで、やっぱ巨人のキーポイントね、4回ワンアウトから中島センターツーベース、若林フォアボールで、ここでビッグチャンス作っといて、大城松原が連続三振、ここでガーンといっとけばね、ひょっとしたらっていうところで、ちょっとここがね巨人にとってはキーポイントだったかなと。で、5回裏ワンアウトに三塁から、中村ライトへ2点タイムリー、グッド、このね初回のミスを取り返す、こういうのがね大事です。で、ソフトバンクバレンティン3打数2安打3打点2ホーマーで、カーブとね、ストレート、グッド、ここからねどこまで上がっていけるのか、やっぱりセ・リーグ相手には強いのかな、セ・リーグの時で打ってるからね、だからこの交流戦で調子を上げれるかどうかが勝負だね、バレンティンは。で、5月29日、8対3、ね、ソフトバンクマルティネス、7回116球、7安打13振、1四球3失点ね、6回表、1失点で踏ん張るっていうところで、まあ大きいね、この6回表にジャイアンツ、ここでね、一気にいけたら、ひょっとしたらっていうのもあったけど、ここマルティネスがね、1失点で踏ん張ったのが非常に大きかったし、特にね、マルティネス、チェンジアップ、グッピッチ、ね、素晴らしく落ち、コントロール、非常に良かったんじゃないのかなと。ジャイアンツ打線がね、ほぼ体勢崩れながらチェンジアップをね空振りしてたっていうところを目指しましたし、でもねそれがなぜ起きるかっていうと、やっぱりねストレート、カットボールと速い系ツーシームをしっかり投げてるからチェンジアップが生きるんで、そういった意味でも速い遅いっていう緩急がね、緩急が非常についた素晴らしい投球だったかなと。しかもねソフトバンクもう一発攻勢です、この日はね。2回柳田ソロ、長谷川2回5回ソロスリーランで、4回甲斐ツーランで、増田ソロと6回、これもう一発攻勢で一気に勝ちです。もう巨人もうどうしようもないですね、サンチェス、ね、打たれるっていう。で、しかもね柳田の攻めもね、なんとかインコース攻めていこうということで、このね2回1打席目4球連続ね打ち続けて、で5球目カット投げて、それが甘く入ってレフトに打たれるっていうね、やろうとしてることは分かるんだけどね、ちょっと柳田の方が一番上だったかなと。で、5月30日3対4で巨人連敗ストップっていうところで、巨人ね執念の勝利、6回からの継投ね、鍵谷3分の1大江3分の2高梨3分の2ビエラ3分の1中川1回3分の2デラロサ3分の1ともう小刻み、なんとしてでも勝つんだっていうね、原監督の執念とベンチの起用法で、こんな細かい系統見たことねえぞっていうぐらいのね系統で、なんとか粘り勝ち、ほんと執念ですね。で、5回岡本ねホームランセンター
リクエストだったけど、もうあれ分かりづらい正直。あのもうこれはもう俺からの提案だけど、あのセンターのところはもう上まで行けばいいじゃんね。センターは上に入らないとホームランじゃないですよと。このレフトからライトの途中まではあの黄色の線で、あのもう後ろのフェンスと合体しちゃうところはもうこう上にして上に入らないとあのホームランじゃないですよぐらいがねちょうどいいんちゃうかなと。ちょっとあれはね正直分かりづらかったね、ホームランかホームランじゃないのかっていうところはね。であとね、あの中の三振ゲッツーもねあったけども、あれどうなんだろうね、主審がストライクかボールか判定してないからセカンドの審判はアウトセーフ言っちゃダメなのかな、そういうルールでもあるのかな、よく分かんなかったけど、盗塁ねしたのはいいけどあれ離れちゃダメだね、どっちにしてもあれウィーラーフォアボールでもアウトになっちゃうよねっていうところでね、いろいろまた審判の人にルール聞いておきます。でソフトバンクね、結局1本打てず、まあ1本打てずっていうところかね、この巨人の執念のリリーフが功を奏したって言った方がいいのかっていうところもありますけども、5回ね牧原ツーベース、中村フォアボールでね、栗原バントで送って柳田敬遠して長谷川ファーストゴロで、6回もね甲斐レフト前、松田レフト前、今宮バントでここで点取りたいところで代打川島セカンドフライで、バレンティンレフトフライで、7回もワンアウト満2塁で長谷川ショートゴロ、バレンティンファーストフライとね、このもう鍵谷応援高梨っていうねビエラっていうところにまあ凄まじい系統でねやられちゃったと。で9回もね1点止まり、もう1点いけるかっていうところでね、まあ最後またね長川からデラロサが3分の1投げて最後回ね見逃し三振っていうところで、まあもう執念だねもうこれは。まあソフトバンクもねあと1本出ればっていうところでね、まあこの小刻みの系統にやられちゃったかなっていうところもあります。原監督グッズ、ね、結局ソフトバンク2勝1敗勝ち越しでした。さあ続いて楽天対 DeNA、 28日6対7で DeNA、 29日1対1を引き分けで、30日5対1で楽天、1勝1敗1分けでした。あ、28日ね6対7で DeNA、 DeNA ね初回速攻2得点ね、ワンアウト2番、伊藤がレフト前、もう最近2番キャッチャーが流行ってるね、甲斐もあった伊藤もあった森もあるっていうね、で佐野がライトフライでオースティンフォアボールで、宮崎あレフトへタイムリーヒット、これね小深田がグラブで触りながら打球がね弱まって、ここね一塁ランナーオースに三塁へグッソーレ、ね、でこれが生きて外の時にね枠井ワイルドピッチ、あれは止められない、あのシンカー系来るのかなと思ったら引っ掛けて反対側っていうね、ちょっとあれはキャッチャーね止めれない、さすがに酷です。でもこのねオースの三塁への走塁がね生きた2点目大きかったですね。で楽天ねグッ攻撃ね、2回岡島レフト前で内田ライトでツーベース、一塁ランナー岡島ね高走塁方面グッチ、ね、で4回浅村ねインコースのまっすぐをライト前、今年ねこの難しいのをライト前に打つのはね結構多いかなっていう、そういうところでもね打率が上がってるのかなと。で島内ねスライダーセンターオーバーツーベースね一打点で、岡島初球ねスライダーレフトへで内田三振で、ワンアウト3になってディクソンがチェンジアップねレフト前ヒットで、この三塁へ送球間にセカンドへヘッドスライディング、ね、この試合は本当両チームねグッ走塁がね多いで、足立スクイズグッド初球ね、ワンアウト三塁から、こういったところがね俺本当今年全試合の見てるけど、やっぱりね采配作戦ピッチャー交代石井和久さんが一番すごいんちゃうかって見てます。はい、でその後ね小深田フォアボールで、ピッチャー国吉に代わって田中フォアボールで二塁へで、鈴木ツーアウト満塁三振、ここがキーポイントかっていうね、ここで一本出てれば楽天がね勝ってたかもしれないところで、また国吉がねよく踏ん張ったっていうね、ところもあります。で6回表ねツーアウトから牧がね、ショート内野安打、小深田ねよく取って回転して投げたけど、ショートマンで内田とりあえずあれ取っといてほしかったね、あれ取っとくとねっていうところもあって、その後山下センターは大和にスリーラン逆転、大和くってあれがね、あれ本当取っとけば、多分取っとけばもしくは小深田も回転して難しいけどノーパンで投げとけば確実に楽天がね勝ってた。だから攻撃面においてはこの4回のねツーアウト満塁からのもう1点取れなかったっていうところと、この6回表のねツーアウトからの小深田内田のねどちらかがちゃんとしたプレーをしとけば間違いなく楽天をね勝ってたんじゃないのかなと。でね8回表牧レフトホームラングッズ、福山はね3戦連続失点というところでちょっとね中継ぎ陣がバタバタしてるかなっていう不安はね楽天にありましたね。で29日引き分けね、 DeNA 初回守備ね、森がセンターツーベース、鈴木フォアボール、浅村ライトフライ、オースティンダイビングキャッチグッズ、あれ抜けてたらね、でその後島内
岡島連続三振、ここ初回よく踏ん張ったですね。で浜口ね、6回105球2安打6三振3四球無失点ね。で足がつって、まあ、7回途中で交代になりましたけども、立ち上がりね、インコース右も左もインコースをしっかり使って、で徐々に外中心になっていった配球っていうのもね、グッズ非常に良かったね。この島内ね、岡島の初回インコースもしっかり使いながらね、チェンジアップスライダーでね打ち取っていくっていうのは非常にいいコンビネーションだったかなと。で6回までね、オースティンホームラングワーッと攻守にわたって足も動くで、これ怪我なく1年いってほしいよね。そうなってくると素晴らしいね結果を生むんじゃないのかと。で楽天7回ね、岡島レフト前内田バンドで、ディクソンに代打横レフトタイムリーグッズ、ディクソン満勝です。あれでちょっときついね、全体的に仕方ないね。で DeNA9 回オースティンね、模擬のエーラーで、宮崎ボーン内野安打で、外レフト前ビッグチャンスノーアウト満塁マキ三振、どうするんやって言ったところで山下三塁ランナー上里走る、バッター空振り挟まれてアウト、バーッどうした、完全にサインミスです。誰かの、まあ誰なんでしょうね、もう二人です、バッターかランナーです、もったいない。で結局1点もで引き分けに終わるっていうね、バーッで楽でね、ピッチャー田中、球数も少なくね、非常にグッピッチだったかなと。これが多分もうね、ニュースタイルのメジャー味込みのね、ニュースタイルのピッチングじゃないのかなと。そろそろこう仕上がってきて、これがもう完成形なのかなっていう感じで見てますけども、非常に安定的にね、要所を占める素晴らしいピッチング、しかも球数が少ないっていうところでね、非常に、素晴らしかったんじゃないのかなと思います。で5月31日、ね、5対1、楽天の勝ちね、楽天早川 DeNA 今永ね、両投手低めに丁寧にピッチング、グッズ非常に良かったんじゃないのかなと。今永もね、非常にいい形の丁寧なピッチングだったし、早川もね、非常に丁寧なピッチング、まあ、両者にね、勝ち星はつかみませんでしたけども、非常に、いいピッチングだったと思います。でね、楽天3回裏、ワンアウト3塁でね、浅村、センター犠牲フライ、これもね、チェンジアップ、見逃せばね、ボールじゃないかっていうところを、しっかり投げたのにもかかわらず、浅村がね、しっかりセンターフライを打ったっていうのは非常にグッド。で、4回裏ね、岡島デッドボール、デボギー、セーフティー、サード内野安打。これのね、まず問題点はね、まずあんだけサードに転がってんのに外が前出すぎだね。で、だから出すぎず戻れるのをしたら多分いけたんだね。もう一つね、マキーがね、ベースカバー遅いんだよね。この二つのミスでサードのエラーにね、暴投になっちゃったんだけど、あれはもうね、ファーストセカンドね、ミスだよ。俺は外、あそこまで出るべきじゃなかったっていうね、サード側言ってるんでね、もうちょっと、もしくは出てもすぐ戻れるぐらいのね、ところで打球判断してほしかったなと思います。でその後ね、ノーアウト2、3塁になって横レフトフライでね、ここで太田バッテリースクイズ警戒しながら外したり読み合いで、4球目スクイズファール、あれね決めたかったね。で2エンド2になって3塁ランナー岡島が今度飛び出します。レイヤのチーム変えて、あれこれ昨日見たぞというで、2エンド2で、2エンド2からスクイズ、いやするかな、さすがに。しかも俺はこれはね、完全に岡島のねサインミスだと思うんだけど、それなぜかというとセカンドランナーの茂木が走ってなかったんだよね、全く。もし仮にスクイズだったら全力で走らないにしてもそこそこスタートは切ってると思うんだよね、全く普通のダイブリードしてたね。しかも2エンド2からスクイズ、さすがの石井監督でもそれはあるかなっていうね。これは俺の予想は岡島のサインミスじゃないのかなと勝手に思ってますけど、まあでも岡島か太田かどっちかのミスです、確実に。バッで5回裏守備ね、牧グッチワンアウトね、2、3塁で、島内のセカンドゴロ飛びすぎながらホーム、杉大地ダイビングだけどアウト、グープレーね、そつなく非常に素晴らしいプレーだったかなと。で結果、1勝1敗の1分けでした。さあ続いてオリックス対ヤクルト、ね、5月28日9対2でオリックスで、29日4対7でヤクルト、そして30日8対7でオリックス、オリックスの2勝1敗で勝ち越しになりました。28日オリックス初回5点速攻ということで、吉田がツーラン、ロメロセンター前、 T 岡田フォアボール、足立レフト前で杉本センターへの2点タイムリーね。でワンアウト1、3になって紅林のライトへタイムリー、グッと。このね、吉田のホームランで終わらないで、その後も連打フォアボールで重ねたこの5得点、グッと。非常に素晴らしいね。ヤクルト、バンデンハーク、キレなし、たまに力なし、調整不足なのか、これがもう今の能力なのか、
わからないけども、ちょっとこの日のピッチングじゃきつかったね。まあ3分の2、1回も出ず、5安打、三振0、2四球、1デッドボール落ちて、ちょっときついね。まあ全員ね、いずれ落ちていくけども、まあバンデンハーグはどっちかっていうとパワーピッチャーだから、そのパワー系かな、パワーピッチングができなくなったらちょっときついかね。山本ね、5月8勝利、ね、交流戦逆襲あるのかっていうね、この初回の5点っていうのは山本にとって非常に大きく、これぐらいあったらね、もう山本もさすがにスイスイいっちゃうかなと。でオリックス3回ね、紅林、レフトへツーランホームラン、これで勝負あるっていうね、試合展開でしたね。で5月29日4対7で今度ヤクルトの勝ち。オリックス田島5回114球9安打2三振2四球6失点。ちょっと腕がね全然触れてない。フォームもこじんまりしてるし、ちょっと躍動感ない。もっとなんかね、トーンみたいな、このなんか投げっぷりの良さ、躍動感若干荒れるけど力あるねみたいな感じのピッチングのような気がするんだけどもね、どっか痛いのかな、体調悪いのかなって思わせるぐらいの腕の振りの弱さと、フォームがこじんまりしてるところはちょっと心配だから、まあね、まあ、あの30日の試合で言えばね、松井がね久しぶりに投げて非常にね、あのフォームとか非常に良かったんで、一回ミニキャンプでね、こう抹消するのも手かなと。この交流戦の間にね、で交流戦明けのパリーグの試合の時からしっかり来れるように、ここは一回抹消してもいいんじゃないのかなと思いました。逆にヤクルトね、小川7回99球9安打4三振無四球3失点。下半身上半身の連動バランスグッド抜群、ね、しっかり右足に体重乗ってしっかり踏み込んで、で腕を振るアプローチが長い、その長いことによって球持ちもよくコントロールもよくできるっていう非常に素晴らしいバランスで投げてたと思います。でオリックスね、3回裏伏見ライト前、大城センター前で、福田レフト前、ワンアウト満塁で宗463ダブルプレー。4回裏吉田レフト前、ロメロ三振、 T 岡田三振、杉本ショート内野安打、ツーアウト一三塁から紅林ショートゴロ。ここで点取れなかったのが痛かったね。これがキーポイントかな。まあ、この時点で5対0だけども、ここのね、3回裏の胸のね、ポンって1本出てたら、ちょっとした何かがね、変わってた可能性もある。そこでね、スイスイスイと側にね、行かれたっていうところ、この3回、4回ね、このチャンス期に1本出てればっていうところがね、オリックスにとってはキーポイントだったかなと思います。ヤクルトね、村上、この29日までね、交流戦ノーヒット、不調だけども、オスナ4打数3安打3打点1ホーマー、サンタナ4打数2安打1打点1ホーマーと、この両外国人がね、カバーしきれてるっていうところのね、打線の怖さ、このね、サンタナも下位にいて、この打線の厚み、これは非常にね、素晴らしい活躍だったかなと。で30日ね、8対7でオリックスの勝ち。オリックスね、先ほど言いましたけど、増井が久しぶりの5月頭、以来の、先発、ね、ホーム、タイミングも若干変えてたね。で、その中で投げ下ろす感覚のイメージで、角度もついて、非常に良かったんじゃないのかなと。あのピッチングフォームね、非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。これね、もし見比べれる人がいたら、この落ちる前と昨日のピッチングっていうのを見比べるとね、フォームのこの違いっていうのが分かるんで、そこちょっとねチェックしてもらいたいと思います。非常にこのタイミング、フォーム、バランスで投げてたと、思います。でね、まあ、オリックスね、正直よく勝ったっすね。もうまあヤクルトもがもし勝ってたらヤクルトよく勝ったねって言うけども、本当あのルーズベルトゲームっていうところでしたけども、もうミス合戦です。あのヤクルト4回裏ね、2アウト2、3塁で悪いピッチ、中村ね手だけでいってバーンと取れます。体でいい、あれって言ったら止めれたよ、ね、でオリックス7回表ね、2アウト1塁で中村のショートゴロ、紅林ねダブルエラー。だからこう言ってもね、あれ前止めてるよね、あれキャッチしたかったよね。でしかも2アウトだから、あれ取ってアウトだったのね。で慌ててサードボートでダブルエラーで2失点バーンね。しかし里崎の法則っていうのがね、この30日の試合で大きく発揮されました。その法則は何か、オリックス宗いい守備してたら必ずその後打つという法則です、ね、宗6回表カメラマン席に飛び込むね、サードファールフライしっかり取って、で守備がおこれ取ったじゃん、この後打つんじゃねえのと思ったら、8回裏2アウト2塁3塁からセンターへタイムリー1打点、ね、でその後しっかり盗塁も決めて、この盗塁でかかったね。でその後ね、吉田のタイムリースリーベースで逆転ブーッ。やっぱりね、今日の格言、宗がスーパープレイするとその後打ちます、はい、っていうところで、ね、この宗の活躍、その後ね吉田の一気の、ね、タイムリーっていうところで、まあ、このねミス合戦の中、オリックスはね負けてもおかしくなかった試合をしっかり勝ち切った、よかったんじゃないでしょうか。結果2勝1敗でオリックスの勝ち越しね。あ、ヤクルト30日言わせましたけど、中村が
交流戦初ヒットがホームラン、ガッツ。この流れに乗ってね、今週からの村上要チェック。さあ続いて西武対阪神、28日7対10で阪神、25日1対0で西武、そして30日9対8で阪神、ルーズベルトゲームを超えるっていうね。もうこのね、あの交流戦ね、全チーム打ちまくるから見てる方大変なのよ。本当にグッとグッとばっかり言わなきゃいけないっていうところで、5月28日10対0で阪神、阪神佐藤グーッ。もう何グーがいい、もうナイアガラグーからスパイラルから最後ビッググー3連発、今季初です、グー3連発やばいね。あの2回表フォーク軽く振っただけじゃん外国人選手か、ほんと軽く当てただけじゃん。ホームランで6回表インコースストレート、インコース左中間打つかあれまだ引っ張やっぱややこしいことすんね佐藤輝明、あれ引っ張られたらまだバッテリーは対策あんの、あれ左中間打つあのボールを。で7回高めコンパクトに振っただけじゃんみたいな、こう言ってたよ。本当にやばいね。まあね、その次の試合はノーヒットだったけど、あのホームランは全部がちょっとねやばかった。ほらもうやばいから救急車通ったじゃんたまたまもう相手も瀕死だよ本当に。これはあのホームランはだからね、あのボールを左中間に打つって松中さんぐらいの衝撃だね。俺がパリーグで戦っていくとね、あそこ引っ張られたいんだけど、あのこの3連覇ってえげつなかったね。でね、西武、その中でも西武もいいことありました。西武ファンの皆さん、2巡目から3巡目にかけてね、ピッチャー青柳の生命線のツーシームを攻略っていうところでね、5回ウネンティンレフト前でね、スパンジェンバークツーシームをねレフトツーベースで川越三振、山田ツーシームを打ってセカンドフライだけども、若林がねツーシームをレフト前一打点タイムリーで、6回もね森これツーシームシンカー系をねホームラン、中村もそれツーシームセンター前で、栗山ツーシームレフトへツーベースで、山川ツーシーム三振、ウネンティンはねこれピッチャー交代、岩佐でスライダーをライトツーベースタイムリーね。こういったところでやっぱりね、これはね非常にセリーグのチームもやっぱね見本にするべきだね。やっぱ青柳っていうのはいいも悪いもこのツーシームシンカー系っていうのがもう生命線。それはねロッテでいうと渡辺俊介と一緒、あのシンカー系が生命線だから、それを打たれるとちょっと苦しくなるんだよね。でもそれをね行かざるを得ないところでしっかりねこの攻略したっていう西武打線、見事グッズで7回ねピッチャー馬場、若林センター前、森レフトツーベース、ロフェスがねフェンス際の処理もたつくバーッと、もたついてたかなりね。で一塁ランナー若林一気にホームイン、グッズで中村アウトコースライトへ、あれも当てただけだったなホームラン、グッズだからよかっただけにね。で9回ね5点差大逆転ギャレット、もうギャレット行くしかないからね。だからまあ勝ったよね西武、あの5回の逆転されると思わないもんね。しかしあの5回の阪神打線粘り、グッズその中で佐藤が最後ねホームランを打つ、グッズやばいね本当に伝説になるんだよこれはね。29日1対0西武ね、西武今井まっすぐカットスライダーチェンジアップ制球よくストレート力あり、ガーッツ。今年一番良かったんちゃうかっていう素晴らしいピッチング。まあね5回3分の1で、まあ、6回途中ね近本のピッチャーライナー左手に当たってね交代しましたけども、5回3分の1 73球非常に球数も少ないね。で3安打6三振無四球無失点、グッズ素晴らしい。で7回表ねワンアウトからサンズライト前、佐藤三振、ロアスフォアボール、梅野フォアボールね。でここで初球ねスーパーワンバウンド森グキャッチ、あれはもうこういくこういってたら多分いかれてたね。あれもこういくしかなくて、あれをねあれもう本当宮川ね、あれもう後ろやってたら終わってたけど森グッチ。でしかもその後ね三振に糸井を取ってね。でまあ伊藤もね阪神先発粘りの投球したけども、まあこういう時もあるね。まあなかなかねまあ援護点に恵まれずっていうところもありましたし、まあ2回裏のね山川の一発グッチね、この1点で、ね、西武がね勝ち切ったっていうところになりますけども、まあ、宮川もねなんとかなんとか踏ん張ったかなっていうところ で平が最後ねビシッとグッズ、平素晴らしいピッチングです。で5月30日9対8阪神の勝ち、もう乱打戦ですね。まあ
ベテランね、糸井が2打数2安打3打点1ホーマーで、梅野がね、やっと復調、5打数4安打3打点1ホーマー、サイクル惜しい、もうね、サイクルかって思うと、スリーベースホームラン打ってサイクルかっていうところ、最後ね、ひと止まりでね、まあ、サイクルならずっていうところもありましたし、西武はね、3つのエラーね、ちょっと痛かったかなと。3回表ね、ワンアウト1塁、若林ね、マルテの、センター、まあ、ヒット、このファンブルでね、一塁ランナーホームイン、まあ、コロナ禍でね、ちょっと若林が膝をね、痛めて、ちょっと担架で運ばれましたけども、まあ、ちょっと心配ですね。まあ、調子が良かっただけにね、しかも調子がいい時って怪我しやすいっていうところもあるんで、非常にね、まだこのね、活躍もある中で、まあ、新人王争いにもね、非常にいい形の戦いしてたんで、まあ、今日あたり情報がね、出ると思いますけど、ちょっとね、心配ですよね。で、4回表ね、ノーアウト1塁で、木浪のバント、森、ファンブル、そしてからの西って、ね。で、7回表、ワンアウト1、3塁で、糸井のね、ライトへの犠牲フライ、ね。愛と送球、1塁側ベンチの方に大きくそれて1塁ランナー2塁へ行って、その後梅野のね、タイムリースリーベースとかね。ちょっとこのミスがね、重なって結局ね、こう逆転に、行ってしまったかな。その中でもね、8回表ね、マルテのセンターフライ、川越、フェンス際、グップレイ。いいプレーもあるのよ。ね。いいプレーもあるだけにね、こういったちょっとずつのね、小さいミスっていうところがね、この点取っただけにね、西武としては、もったいない、展開になったかなと。あとはね、7回裏ね、ワンアウト満塁から、愛とかね、レフト犠牲フライ打って、中継、若干それたところを大山が取ってセカンド、ね、でそして山川アウト、山がバーッ、これ、勢いをね、そぐあの走塁ね、あんな慌ててね、出る必要なかったけどね、レフトフライでセカンドランナーがサード行くって、そんなそこまで必要ないよね。そういった中でね、あの走塁っていうのは非常に痛かったかなと。逆に大山グッチよくね、あのランナーを見ながらそれた球もね処理して、非常にいい中継プレーだったかなと、思います。あとね、阪神矢野監督グッチ、ね、これもね、新人村上初先発ね、あと2年目及川初勝利ね、あとはこの前ね、西純也投げてましたし、このね、若手の起用グッチ、まあね、これね、首位にいるチームが強いっていうところでね、この若手をね、起用しやすいっていう環境下でもあるけども、その中で無理にベテランとか使っていくわけじゃなくて、先発も空いたとこ、谷間のところではこういったね、若手にチャンスを与える、でその中で経験を積まして、まあ結果良ければいいし、悪くてもそれを次につなげていくっていうところ でしかもその中で勝っていくっていうところのね、このチーム力の強さっていうところもあるけども、こういったね、采配がちょっとね、阪神これからね、黄金期迎えてしまうんじゃないのかっていう興味と、どうなんやろっていう怖さあります。でもね、こういった若手選手の起用っていうのは非常に素晴らしい。その中でもね、このベテラン糸井とかね、まあリーダー格の梅野のね、活躍っていうのも非常に合間見合ってね、まあ大味な試合になりましたけども、こういったことを含めて非常にね、今後の阪神のね、今後っていうか今年だけじゃなくて、来年以降の阪神のこのなんか強さ、層の厚さになってくるっていうのが非常にちょっと楽しみになるね。今年の矢野監督の起用法の中でもね、勝っていくっていうところは非常に、興味深い、素晴らしいところなんじゃないのかなと個人的には思います。結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ続いて、日本ハム対中日、5月28日10対1日本ハム、29日7対4中日、30日4対1で中日、中日の2勝1敗で勝ち越し、なんと中日今交流戦首位です。なんか佐々木がなんか苦しいかな中日って言ったら勝つっていう、なんか俺を褒めると落ちて、俺がけなすと上がるっていう、そういう佐々木の呪い的な、そういうのありませんからやめてください。褒めづらくなります。はい、どうだ逆に、なんかさ、マイナスの方のことばっかり言ったらでさ、なんかそんな文句ばっかり言われるしさ、ちょっと褒めたらでさ、褒めたら負けるとか文句言われて、じゃあ俺はどうすればいいの、じゃあ逆に、本当どうしたらいいですかっていうところで、日本ハム対中日です。28日中日大野、4回79球11安打2三振1四球4失点、まあ初回ね、確かに制球甘かったけども、まあそれをね、日本ハム打線がしっかり打ち切ったっていうところもあって、もう日本ハム先発全員野手グッツだ、9人グー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 9人グーです。はい、本当ね、もう多すぎて名前も書けなかったから、書いてないんだけど、成績だけ言うね、もう全員グーだもんね。だって1番浅間ね、5打数2安打で、高浜5打数3安打 1打点、西川2打数2安打1打点、近藤3打数2安打4打点、渡辺4打数2安打3打点、太田5打数2安打石3打数1安打、石川5打数1安打1打点、平沼4打数1安打、全員安打です。
素晴らしいね。しかもエース大野を立ててこうなるってちょっと誰も予想しなかったですね。確かに初期ね、初回確かに制球甘かったけども、それをねことごとく初回からね打ち込んで2点取った、でそのリズムに乗ったっていうね、日本ハム打線非常に素晴らしかったかなと。あとね先発伊藤7回97球ね4安打、5三振1球1失点と、ストレートもね力でスライダー切れて低めに決まるっていうね、非常に生きるピッチング、グッド、大量得点にも守られてね非常に素晴らしかったかなと。まあ前半はね援護点なかったけども、今日はねいっぱい援護点してくれて、まあこういうところはね我慢強く投げていこうっていうところで、まあいい勝ち方だったんじゃないのかなと。で29日ね7対4の中日の勝ちというところで、中日別ね4回3分の1 79球4安打3三振4四球2失点、まっすぐスライダーフォークと、まあ大胆に投げ込んでたかなと。まあ制球の甘さがちょっと気になるけども、まあこのワイルドさもまあ魅力だし、まあどうなんやろうっていう、ちょっと次回ピッチングまた追試です、佐々木チェック的にはね。で3回裏2アウト1塁ね、高浜0ボール2ストライクから高めの釣り玉を低めにワンバンバーッと埋めつ、あれはないよ、あれキャッチャー止められへんで、高め来ると思って低めのワンバンはそりゃ無理だよね。でその後ねセンター前2点タイムリーね、グッド高浜いい形だね、非常にいい形で高浜頑張れてるんじゃないかなと。で中日5回表ね木下、逆転のツーラン初球グッド、積極的な方ね、高ソースね。で中日滝野6回表ねセンター右中間ねスリーベースで福留センタータイムリーね。で8回福留ライト前からダイソー高松出てビシエドのね、センターオーバーツーベース一気にホームグッドね、足を生かす攻撃非常に素晴らしかったかなと。しかもね福留4打数4打2打点グッド、ベテラン頑張るねね。で中日、ニッパーム6回裏ね石フォアボール太田、ライト前で代打ワンボールをセンターツーベースね追い上げていくんだけども、いい形でねここも代打策もハマってベンチの今日もハマって追い上げていくんだけども、ちょっとリリーフが踏ん張ってるっていうねところで、で5月30日1対4でね中日2番もありね4回3分の1 69 6安打2三振1失球3失点、球高くねちょっと持ち味出せないかなと。やっぱアーリンの投球の感覚でいうとやっぱ低めに投げていかないとちょっといか生きないと思うんだよね。全体的にちょっと甘く高くっていうところで、まあ、仕留められたかなと。で5回ね玉井交代しましたけども、玉井も球高くね三ツ俣にセンタータイムリーと、でその後もねトントントンと行かれて、でピッチャー交代ね川野ワンアウト満塁からね高橋に 1-2-3 ダブルプレーグッチ、で6回もね三者凡退に抑えて川野グッチ、ここ数試合本当にね12試合がなんか多分無失点で投げれてて非常にいいねこの活躍、まあリリーフとかねロングのリリーフっていうところが多くなってますけども、まあこういったところをねしっかり抑えてまたね先発チャレンジっていうところの機会が来るんでね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。で中日はねチャンスで1本出たからと、2回ね2アウト3塁阿部のねセンター前グッチ、この1点がね非常にその後の流れ作ったかなと。で4回ビシエドねホームラン、ビシエドグッチ交流戦入って絶好調、ね。でね、福田にまっすぐカットスライダーチェンジアップフォークツーシームと低め徹底で安定的、ね、で6回5安打7三振1四球1失点、で7回祖父江8回福9回又吉グーッと祖父江福頑張っていこう、ね、でこの又吉にね繋いでいくっていう又吉も非常にいい活躍だったかなと。で結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しになりました。さあということで順位ね、順位の変動はそんなにないけども、ちょっとパ・リーグね一時首位から最下位まで4ゲーム差ぐらいまで縮まったけども、ちょっと日本ハム頑張りなんてね 8.5 ゲーム差に広がって、まあ、オリックス西武もちょっと4ゲーム差5ゲーム差とちょっと AB クラスがちょっと開きつけれるんで、あと西武はねちょっとコロナ陽性とかちょっと若林の怪我っていうところがちょっとね大きく心配かなっていうところもあります。セリーグはそうだね、まあそんなに変わりないかな、でもちょっと中日広島 B クラスは首位から離れすぎてるかなと。セリーグの1位2位がパリーグの1位4位より開いてるからね、そういったところではこの交流戦ね、まあ今後どうなっていくのかっていうところは、まあさらに注目していきたいと思います。交流戦1位中日、2位ロッテ、最下位西武日本ハム広島です。今週は17勝14敗でセリーグの3勝勝ち越しっていうところになりますけども、まあ、今後ねどうなっていくのか。さあということでベースナイン発表していきましょう、ね、パ・リーグからピッチャー西武平鉄腕、キャッチャー西武
森、出塁率高い。ファースト、オリックス。D 岡田。D。ファースト、西武、ウーネンティ。サード、オリックス、モネ。守備もグ。そしたら攻撃グ。ショート、楽天、モギ。あとは怪我に注意。レフト、楽天、岡島。キャッチャーからコンバート。センター、ロッテ、オギド。バット短く持ってもホームラン。ライト、ソフトバンク、柳田、怪物。DH、ロッテ、レアード、スシュバイ。特別賞あります。ピッチャー、伊藤、日本ハム、新人です。日本ハム、高浜、頑張れ。ソフトバンク、長谷川、ガッツ。素晴らしいバッティングです。さあ、続いてセリーグ。ピッチャー、中日、又吉、守護神。キャッチャー、中日、木下、積極打法。ファースト、中日、ビシエド、週間打率5割。中日独占1、2、3。1、2、3。ね、言ってたよ。札幌ドームで。セカンド、巨人、吉川。セカンドがいいね。サード、DeNA、宮崎。今週中に3割乗るか。ショート、阪神、中野。新人です。レフト、阪神、サンズ。よくやってます。センターヤクルト塩見帝京大学。オービリン大に負けて2位です。首都大学リーグ佐々木千早おめでとう。ライト阪神佐藤3連発グッグッグッ3グ、はい、交流戦なんで DH もあります。セリーグ DH 外週間4発特別賞あります。 DeNA オースティンヘリテージ高校、どこかわからないです。さあ、ということで、今週のじゃあ申し送り事項をねやりましょうか。お、阪神オリックス関西ダービーですね。オリックスの皆さん、梅野がカッチコチに回答されましたけど、今ふっかふかに復調してきてます。攻守にわたって活躍されたら厄介ですよ。梅野気をつけて。あと佐藤に打たれたらもうテンション爆上がりしちゃいますよ。阪神の皆さん、オリックスには北斗の拳に出てくるラオウがいます。ラオウが、まあ、死んじゃうんだけど打つんだよね。気をつけて。あと吉田正尚、出塁率高いですよ。巨人対西武、巨人の皆さん、西武がちょっと怪我に出てるところはありますけど、平が無失点できてるんで、それまでに勝負つけないとやばいですよ。西武の皆さん、巨人岡本スモーク、ここを抑えとけば大丈夫です。どう抑えるかは自分たちで考えてください。ヤクルト対楽天、楽天の皆さん、ローテーション通りだと金久保、田口、奥川といいところがね投げてきます。今村上がカッチコチに凝ってたんですけども、若干ホームラン1本打って溶けてきてる可能性あるんで、瞬間冷凍でし直しましょう。ヤクルトの皆さん、楽天はこのカードちょっと先発陣が苦労してるんで、オスナ、サンタナで打っちゃいましょう。続いて中日対ロッテ、ロッテの皆さん、ドラゴンズが今首位。お、ロッテも2位じゃない。交流戦1位2位争い、ね、中日は柳、おー柳いいよ、頑張れ。中日の皆さん、ご報告あります。 CBC で副音声6月2日の試合やります。見てください、聞いてください。あと佐々木チャンネル YouTube と連動してるんで、そこぜひ皆さん確認して聞いてください。全国の皆さんも、中日対ロッテ戦 CBC 見れなくても佐々木の YouTube で聞けます。見てください。 あとロッテ調子いいんでね、中日の皆さんしっかり頑張ってください。広島対日本ハム、日本ハムの皆さん、カープが小園菊池も2軍戦出て、そろそろ1軍に復活してくるんで、ちょっと完全体来そうなんでね、皆さん気をつけてください。カープの皆さん、日本ハムちょっとね加工気味です。ここパンパンと陽性者戻ってきて頑張ってください。 DeNA でソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、ソフトオースティンがホットホットです。ここを打たしちゃうと、しかもね、まあ今のねペイペイも狭いですけども、オースティン、その代わりねちょっといろいろミスあるんで、そこついていきましょう。 DeNA 皆さん、柳田に看板直撃しないようにしっかりね
抑えていく必要があります。結構打ちまくりますよ、先発ピッチャー頑張ってください、はい、さあということで今週もこれで終わりです、今週もね交流戦続きますけども、どうなっていくか皆さん要チェック。